University Japan and Professor Judy Nakamura at University of California, Santa Barbara, USA. ノーベル物理学賞に決まったのは青色発光ダイオード青色 LED を開発した名城大学の赤崎勇修身教授と名古屋大学天野博史教授そしてカリフォルニア大学サンタバーバラ校の中村修二教授だ。Red and green LEDs have been around for many years, but the blue was really missing. Thanks to the blue LED, we can now get white light sources which have very high energy efficiency and very long lifetime. This is very much in the mind of Alfred Nobel, who wanted to give his prize to the inventions for the better benefit of mankind.そしてノーベル賞発表の場で王立科学アカデミーはこれまでとは違った粋な演出を加えた。カリフォルニア大学の中村教授に会場から直接電話で受賞を伝えたのだ。We are now trying to see if we can get Professor Nakamura on the phone. I should say it's about 3 o'clock in the morning. I think I woke Professor Nakamura up just 15 minutes ago. So I said, good morning, Professor Nakamura, are you there? Yeah, good morning, I'm here. Yeah. And congratulations with many interested journalists from Swedish and international press. And are you ready to take some questions from them, Professor Nakamura? Yeah, I'm ready.What did it feel like to be waking up in the middle of the night with the message of that you'd received the Nobel Prize? Oh, yeah, it's unbelievable. It's amazing. 青色 LED の発明により、ノーベル物理学賞受賞が決まった3人。3人が開発する前から、赤色と黄緑色の LED は世にあったが青色の製作は技術的に難しく20世紀中の開発は不可能とさえ言われていた。そんな中師弟関係にあった赤崎教授と天野教授は1985年に青色 LED の基礎開発に世界で初めて成功した。感動サプライズでまあこんな迷惑ではないと、これ以上の迷惑はないと思ってね、これも、学生の仕事を支えていただいた、これまでの私の負担の職場を失いますが、とりわけ、秋田の東京研究院と、それから名古屋大学、それから今、お世話になっているこの名城大学での、皆さんの大きなサポートのおかげだと思っています。その場を借りて、こういう話になります。一応聞いたことの、状況と、その気持ちを話してください。ちょっと電話かかってきたときは、俺はちょっと処理の整理をしてまして、直通電話だったもんですから、こっちの方だということで、もしかしたらというふうに思います。半世紀ぐらいになりますかね。最初の頃はとても20世紀中にはできないだろうと当時言われておりましたので、どんどんやめていく人もいましたし、そういう状況でしたけれども、私にしてもそういうことは考えませんでした。まあ、製品は別に考えておりませんでした。ただまあ自分がやりたいことをやってきたという一言で言えばそういうことかなと思います。皆さんの大きな支えがあったと思っております。決して私一人でできた仕事ではないと思っております。今や LED は我々の周囲の至る所で使われている。オール LED のスカイツリー、青色 LED
LED を使ったライトアップのイベントも盛んだ。その他にも液晶テレビ、信号機、大型ディスプレイ、携帯電話の画面など用途は広がる一方だ。赤崎教授は1929年鹿児島県、現在の南九州市生まれ。京都大学を卒業後、名古屋大学や名城大学などで研究を続けてきた。1997年には紫綬褒章を受賞、2011年には知的財産特別貢献賞を受賞し、文化勲章も授けられた。赤崎教授は次期ノーベル賞候補と言われ続け、ようやく今回晴れて受賞することとなった。赤崎教授と天野教授は共に名古屋大学の研究室で研究を続けていた。10年間の試行錯誤の上、青色発光を可能とする半導体結晶の作成に成功したのだ。天野教授も一緒にやってきましたので、本当におめでとうございます。それから中村さんは中村さんで非常にいい仕事をされましたので、この3人で実は受賞したことが何回かあるんです。他の賞で。そういう意味で、本当に良かったと思っています。青色発光に成功したが、当初は明るさが足りず、実用化には程遠かったという。天野氏はその後、赤崎教授との研究の中で、電子ビームの照射により実用化できる方法を発見した。この成果をもとに、世界で初めて、青色に発光する LED が誕生したのだ。もう調査すごく激しいですから、天野教授は1960年静岡県浜松市生まれ。名古屋大学では赤崎教授の研究室で学んだ。卒業後は名古屋大学や名城大学で研究を続けてきた。天野教授は現在フランスに出張中で、大学側も連絡がつかない状態だといい、発表の瞬間は空の上で、受賞をまだ知らない可能性もあるといい、10日に帰国予定だ。打ち解けた、教授らしくないキャラクターで、気さくにコミュニケーション取られる方で、自分たちの先生が選ばれるなんて思ってもなかったんで、でも本当感無量です。もう日本人3人が受賞決定の号にいち早く号外が出た。読売新聞号外です。号外です。ね、日本からそうやって3人も出るって世界の賞なので嬉しいです。誇りに思います。これからそういう希望を持っている若者とかに、なんか希望となるというか、力になるっていうか、なんかそういう風に頑張っていこうって思える力になるんじゃないかなと思います。青色発光大王です。いろいろとね、話題になってたことなので、日本人が取れて嬉しいですね。現在85歳の赤崎教授、研究への情熱を熱く語った。ブルーの LED を作ったのはちょうど1989年、今年が四半世紀なんですね。そういう意味では今年いただけるのは非常に多分では意義があるんですね。私個人的に大変だったことがたくさんだけど、現役者というのは好きで研究をしてるわけですから、自分の好きなことをやってるわけですから、それは私目標というか、今後の展望、どういうことをやりたいかと。まだ蓄光物半導体って言ってもですね、素晴らしい性質が持ってるんですけど、要するにポテンシャルがあるんですけど、それを十分に生かしきれてないんですよ。だからやることいっぱいあるんですよ。赤崎教授と天野教授の研究を発展させたのが、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の中村修二教授だ。徳島大学工学部を卒業した中村教授は、地元の日夜化学工業に入社。当時会社は、ハ
半導体分野への進出を目指していたといい、その中で中村教授が取り組み始めたのが青色発光ダイオードの研究だった。市販の装置を自ら改良しながら休み返上で実験に没頭したという。この人がもう誰もやってない、力のやつ。といいますのは、この過去10年間ずっとやったことを真似ばっかりして結局失敗しましたから、でもうそれが一番の大手がやってない、どこもやってないことをやりたいです。そして名城大学の赤崎教授の研究を踏まえ、中村教授が青色発光ダイオードの製品化に世界で初めて成功したのが1993年。極めて明るい青色 LED の開発は20世紀中の発明は無理だとまで言われた難題だった。それを当時サラリーマンだった中村教授が成し遂げたのだ。しかし会社から支払われた発明報酬はわずか2万円だった中村教授は2001年、発明者として特許の正当な対価の一部を求め訴訟を起こす。3年後の2004年、東京地裁は驚くべき判決を下した。企業が特許を独占することによって得た利益と発明に対する個人の貢献度から算定した発明の対価は604億円とし、中村教授が要求した200億円の全額支払いを求めたのだ。これまで特許は会社に帰属するのが一般的だったが、開発者個人の権利や報酬を認める画期的な判決だった。判決を受けて私は一番最初まではホッとしたということです。と言いますのはですね、この判決の金額はですね、まあ適当な、まあ曖昧な金額でしたらですね、もう技術者研究者やる気はなくなると思うんです。と言いますのは、私が言うのもおかしいんですけど、この発明、青色 LED の発明というのはですね、もう100年に一度の発明だと思うんです。と言いますのは、まず発明がすごいということと、まず発明をしてですね、それにしてちゃんと特許を出してですね、その特許有効期間中にですね、市場がですね、1兆円を超えるんですね。こういう発明は過去ないんですね、100年に一度ぐらいですね。過去ノーベル賞をもらった人の発明を見られたら分かってますけど、まず特許を出してないとか、特許を出していたとしても特許の有効期限が消えた時に初めて市場ができるような、そういう発明がほとんどなんですね。大発明というのはそういうのが多いんですね。会社側は控訴したが、裁判が長引くことを嫌った中村教授が和解に応じ、およそ8億円が支払われた。青色 LED の開発に成功した中村教授は世界中の大学などから誘いを受け、2000年、カリフォルニア大学サンタバーバラ校に研究の場を移した。アメリカではクリーンエネルギーの分野などを研究している。世紀の大発明と言われた青色 LED の開発者中村教授は10年以上前からノーベル賞の候補者に名前が挙がっていた。残念でした、申し訳ないですけど動きたいにしたいですか残念です。そして今日、ついに中村教授にノーベル物理学賞が贈られることになった。中村教授は大学のホームページに喜びの声を載せた。私の青色 LED 発明でノーベル賞を受賞したことを非常に名誉のことに思います。私の夢の LED ライトが現実のものになり、とても満足しています。エネルギー効率の良い LED ライトが